今日もお客様がいらっしゃいました。はい、というわけで今日のトークトーク、お客様は桜井和寿さんです。どうもよろしくお願いします。はい、こんにちは。いやもうね、最近老眼ひどくてそう、全然大丈夫ですか？いやいや、もうあのメガネかけると老眼がひどくなるわけですね。そう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 、だからあの外したり、かけたりの、めんどくさい感じですよね。いや僕もうね、どんどんきつくもうかけっぱなしよ俺。あ、それ老眼鏡なの？これ老眼鏡。あ、そうなんだ。うん、なんちゅう会話から始めてるんでしょうかね、というわけで、桜井、さんはですね、まあデビューする前からのお付き合いなんですけども、うん、初めての出会いはラマンマでね、もうだってビッグスターですからね。何を言ってるんですか？チュンスカイウォーカーズの何をおっしゃいますか？あのいつも一人だけスーツ着ておしゃれなベースの人がなぜか打ち上げに来てるえ、そこでは話もしてない？え、そこで話したんだっけ？いや話はしてない、してないかな。だからね、ドキドキしてた。庄屋でね屋あの対バンでよく、リップバンウィンクっていう、ちょうどその僕らといつも対談してるバンドの、高校の先輩だった。そうそう、うん、それで、ね、見に来てたんでしょ？そうそうそう。それで1回か2回、まあそういうのがあって、でその後あの僕が純粋化で半年ぐらい休みがあったので、ちょっと初めてみんな友達集めてツアー行こうっていう話をしてる時に、あ、そういえばあのミスター・チルドレンのボーカルの子一緒に行ってくんないかなって話をしてて、その場で電話してくれたの、その、リップワンウィークのメンバーが。あ、そうなんだ。それがね、僕の記憶では吉祥寺で、で吉祥寺でその電話したらすぐそのまま来てくれたんだよね。でその場でもう行くっていうふうに言ってくれたんだよね、俺の記憶では。そうだったっけ。それでまあせっかくだったら曲作りたいんだけどっていうので、当時俺方南町に住んでて、で自転車で来てくれたんだよね。自転車で行ったね。まあその時作ったのがその、まあ、星になれたらという曲なんですけども、まあそこからの、まあでもだからなんやかんや結構ライブ見に行ったりとか、お互いの、そんな感じだもんね。そう、でその義人くんでもその、星になれたらを作って、でヒズフレンズ、ヒズフレンズのツアーに一緒に回り、だからそれでそのミスター・チルドレンを知ってくれた人も多いし、で当時作ってたデモテープを義人くんがあのいろんなライターさんとか、そうそう、ラジオ局の人に、いいって紹介してくれて、それで始まりのヘビーローテーションになったりとか。そうそう、なんかだからそういう意味では恩人？恩人、恩人。ね、桜井が言う前に俺が言っときました。はい、そうなんです。だからもうそういう意味では本当に、公私ともにすごく、こんな感じでずっと続いております。はい、そして、そんな、桜井の、ルーツミュージックをですね、今週と来週2週にわたって、聞きながら、来月のゴールデンサークルのことなど、話したいなと思ってるんですけども、まず今週はですね、桜井のルーツミュージックでおいて邦楽編。邦楽編、はい。ちなみにその音楽にハマったって自分で記憶してるのは何歳ぐらいの？僕は中2ですね。遅くない？遅い。音楽とか歌なんて、女が聞いたり歌ったりするもんだと思う。昭和か昭和一桁かそのぐらいこう恥ずかしいものだ。じゃあ歌も歌ってなかったってこと？中歌はでもね、その一人で鼻歌はよく歌う。ああ、お風呂場でとかは。ああ、なるほど。でも人前でなんてとんでもないみたいな。ましてやその音楽を聴いている自分も恥ずかしい。へえ。じゃあそれまでハマってたのは何だったの？例えばその小学校とかその中1ぐらいまで。野球？あ、野球なんだ。ポジションはちなみにセカンド。あ、篠塚に憧れて。篠塚ね。へえ、あ、そうで、ちなみにじゃあその中2からハマったっていうのは何だったの？一個上のいとこが浜翔さんと甲斐バンドが好きで、
いつもその人が聞いてて、うん、でその夏の思い出とともに、あ、わかる、好きになっていったっていう、わかるわかる、うん、俺それがユーミンだったりするから、あ、うん、ちょうど夏の終わりの時にあの友達の家で聞いたのがユーミンだったりとか、うんうんうん、あ、あるよね、そうそうそう、その時の夏休みの終わりぐらいの音っていうか、うんうん、あ、それからハマったんですね。なるほどなるほど、まあ